とある火曜日、九州満喫切符を使って旅行に行ってきました。この切符はざっくり言うと、九州の普通快速列車に JR 私鉄問わず乗り放題になるという切符です。今回は日帰りで大分方面に行くことにしました。細かいルートの話は後ほどいたします。旅の始まりは博多駅。最初に乗るのはここにいる快速列車の大牟田駅です。途中の南福岡までは各駅に停まるみたい。向こうにいるのは笹栗線を走る電車充電式の列車です。7時50分博多駅を出発。日帰りなので本日の夜にまたこの博多駅に戻ってくる予定です。さて博多駅を出たらまず右側にご注目、竹下軌道尺です。伊布院の森や伊三郎、新平、川蝉、山蝉、そしてその奥にはクルーズトレイン七つ星 in 九州、 JR 九州が誇る豪華クルーズトレインです。この動画の後半にまた出てくるかもしれませんが、どうでしょうか。続いて右側に見えてくるのが南福岡の車両基地。様々な列車がここでお休みをしています。ここで今回のルートを説明します。博多を出発すると南へ向かい久留米へ、久留米からはまた方向を転換して途中日田や由布院などの観光名所に降りたり、何かいい景色を見ながら大分方面へ向かいます。大分から先はまた後ほど紹介説明いたします。続いて左側には水木の跡が見えます。水木とは西暦663年の白村江の戦いで、負けた日本が唐や新羅の反撃に備えて作ったものです。列車はのどかな場所を走ります。この駅は二日市の駅ですね。 JR 九州だけなのか知らないんですけど、窓ガラスがね汚いんですよね。外がよく見えませんよ。ベテラン車両の味が出ています。そんなにベテランじゃないと思うんですけど、筑後川を渡ると久留米に入ります。筑後川はこの動画の先で何度も出てきますよ。福岡で3番目に大きな町久留米に到着。ここから九大本線に乗り換えます。ずっと鳩がこっちについてくるんですけど、久留米は世界に誇るタイヤメーカーブリヂストンの創業の地。ここにあるのは世界最大級のタイヤです。ここから先は九大本線に乗り換えます。緑色の文字が書いてあるやつです。この赤いキハなんだっけ、キハなんとかに乗ります。ちょっとなんだか忘れちゃいました。9時7分久留米を出発。これから大分方面に向かいますよ。この九大本線は久留米と大分を結ぶ路線です。途中日田とか由布院などの観光地を経由しており、特急由布院の森とかある列車が走っています。に到着。この田主丸は巨峰発祥の地でもあり、また麦と兵隊などで知られる作家日野足平が何度も訪れた場所です。この田主丸はカッパの里として知られています。なんでカッパかというとですね、カッパというのはそもそも、川とかそういった氾濫を抑えるための水の神様的な扱いを受けて、江戸時代らへんから信仰されていたわけです。でこの田主丸、ここ田主丸って言うんですけれど、この田主丸というのは中央アジアの方からやってきたカッパたちが9000人近くの親戚で、熊本県の球磨川に住んでいたらしいんですね。ところがある時、加藤清正の故障をね、とあるカッパが殺してしまったらしいんですよ。でそれで加藤清正が無事入れて、それでそこの清正港から逃げてくるために、この辺りに住んだらしいんですよ。
要するに中央アジアの方から熊本へ引っ越してきたカッパが、さらに加藤清正から逃げるためにこの田主丸に住み着き、その後なんやかんやあったんだけれども、ここ田主丸に住み続けようとみんなで決めたということになっています。カッパといえばキュウリとハゲ頭でおなじみです。ハゲ頭には水が溜まっており、その水が、なんだっけ、水が乾いたら死んじゃうとかそういう話がありますけど、ここにいるカッパは可愛いですね。ここはカッパロードといって、いろんなカッパの可愛らしい石碑、石碑というのかな、わかりませんけど、そんなものがあります。愛くるしいです。このカッパじゃないや、田主丸は、あちこちにカッパの石像とかそういったものがあります。先ほどの川にもカッパのイラストが大量に描かれていました。このペンギンじゃないや、このカッパは、何匹いるんですかね。カッパロードと呼ばれる。新駅にやってきました。まだここで乗り換えで30分近くあるんで、駅の外に出てみます。ここは筑後吉井なんですけれど、ここの町は、城下町とかさらに宿場町として、栄えたらしいんですね。というのもこの先の日田は幕府の領地、天領というんですけど、幕府の領地につながる道だったんで、ここは宿場町として栄えたそうです。でさらに江戸時代には酒とか油とか、ローとかいろんなものが集まって町としてどんどん繁栄していったらしいです。そこでじゃあいっぱい物も集まって、それでお金儲けができたから、じゃあここで蔵を作ってなんか新しいこと始めよう的な、そういったことをどんどんやっていって、伝統的な町並みになったという場所です。じゃあここがその宿場町なんかに、ちょっと場所がよくわかんないんですけど、でも多分そうじゃないですかね。30分しかないんで早く戻らないといけないんですけど、懐かしい民主党、初めて来たとこだけど、これはいいわ。本当に昔ながらっぽい感じです。あんまりこういう宿場町とかそんなにこれまで気にして歩いたことはなかったかもしれないな。そういえばバタバタすぎて全然時間がないっすね。ここも30分で帰る羽目になりましたからね。今はこの図で言うと左から右側へ移動しております。今いるのが現在地と書いた筑後吉井駅です。ここから右へ向かい、日田へ向かいます。
北に到着。あそこに多分アルファベットの I があったんでしょうけど、まあ、どっか行っちゃったんでしょうかね。ここで1時間過ごします。北の地は江戸時代、幕府の領地、天領として栄えた地。また温泉や金山などの観光名所も目白押しです。これ何なんだろう。これに観光として来たことあんまりないかもしれない。どこに行きゃいいんだか分かんない、ね。この日田の地には江戸時代に先ほど申し上げたように幕府の領地、つまり天領が置かれ、それなりに、いやそれなりにというか相当栄えていました。九州の小京都と言われています。まあどこどこの小京都っていうのはね、よくあるんですけれども、この日田にはさらに温泉もございます。大分県ですからね、大分県といえば、湯布院だの、別府だの、それからこの日田だの、あっちこっちに温泉があるので、温泉県を名乗り出したこともあります。それにかの群馬県が、もう、湖北したとかなんとか、まあいろいろありますけど、それはいいとして。さらに山の向こうには太陽金山という金山があって、今は閉山しているんですが、それでも砂金が取れるとか取れないとか、そういう話があったりなかったりしますよ。私も4年前の高校時代に行ったことが、行かされたことがあります。まあ、とにかくこの日田は、幕府の領地が置かれた九州の小京都、さらには温泉やら金山やら、いろいろある大分県内でも屈指の観光スポットなとなっているのであります。一応このチャンネルは鉄道がメインですから、鉄道のことも話しておくと、湯布院の森とか、あるいは湯布、特急湯布、そしてある列車、七つ星は、どうだっけ、止まるんだっけ、ちょっと乗ったことないんでわかんないですけど、結構な時ほど止まる重要なあれですよ、観光地です。ここにあるのが筑後川というていうか、さっきまで筑後川だった川です。今は三隈川だって、名前が変わるんですね。でこれから先の動画はこの筑後川、改め三隈川、さらには楠川と、さらにどんどん名を変えていきますが、この川が車窓の友になります。YouTuber になろうとしてるって、あそこにいるのがカモですよ。カモ肉、カモ肉じゃねえ、あのカモ、元気よく、みんな仲良く泳いでおります。ご案内所とか行けばよかったかな。あと忘れてたんですが、この辺にこう寛喜園という広瀬丹僧が江戸時代に開いた、私塾です。まあ塾ですね。その後が、その後というか、それが今でも残っています。Thank you.
湯布院に着きましたよ。この湯布院は言わずと知れた温泉地です。私普段湯船にも入らないんで別に温泉行きたいとか思わないんですが、ここは東の軽井沢、西の湯布院とか、あるいは九州の軽井沢とか言われるようです。目の前にあるのは足湯ならぬ手湯、無料で使うことができます。この辺りは温泉地ですので無料の足湯とかもいくつもあります。湯布院駅のホームにもあるんですが、ちょっと残念ながら撮影するのを忘れてしまいました。最近はコロナの影響で足湯はやってないみたいですが。大分でも屈指の観光地湯布院ですけれど、ほとんど人がいないわ。コロナウイルスが流行る以前は、外国人観光客も多かった湯布院ですけれど、やっぱコロナが観光地に与える影響ってかなり大きいですね。全然いないわ。京都とか鎌倉とかそういったね、外国人にとっても有名な観光地、やっぱどうしてもね、あまりにも人が多いという状態になりますから、ね、外国人の観光客がほとんどいないというか、むしろ今だけですよ。多分コロナの対策をして、そして多少感染者数が減ったというか、そんなに増えていたりとか、あるいは緊急事態がなんちゃらが出ていない時であれば、ぜひ行くべきだと思います。上の方雪積もってますが、湯布岳すごいですね。ここ1540何メートルだっけ、8メートルかな。これが湯布院のシンボルです。あのね、全然人いないと思ったら観光客が通るところとは全然違う道歩いてました。いわゆる温泉街っていうのがどこにあるのかよく分かってないんですが、この湯布院は温泉の輸出量が全国2位で、温泉がもうあっちこっちから湧いてくるんで、温泉宿みたいなのが一箇所に固まらず各地に点在しているようです。まあ、それだけ温泉の量が豊かということです。行きたかったところはここでした。金輪湖。入り口がどこなんだか全然わかんなかったんですけどね、 YouTube やるようになってからよく道に迷うようになりましたよ。この金輪湖はただの湖に見えるんですけど、これが違うんですね。ここには温泉が湧いているんですよ。半分が温泉で半分が冷泉。温泉の温の感じが冷たいの例です。つまり半分熱湯で半分水みたいな、そういう感じになっています。朝の冷たい空気にこの湖から放出された水蒸気が冷やされて小さな水滴になります。そのため水温が高く、早朝の朝霧がとても美しいのです。ここの金輪湖は湯布院の駅から歩いて30分ぐらいだったかな、それぐらいでしたけど、まあ、道を間違えなければもう少し早く行けると思います。高いのか冷たいのか、よいしょ。ぬるいね。温泉湧いてる。あったかいかっていうよりぬるいね。もう今冬ですから。冬なのにあったかいってことはやっぱ温泉湧いてるんだ。人力車も走っていていい景色です。さっきから温泉の名所に行ってるんですけど、一回も入ってません。
大分に着きました。大分は言わずもがな大分県の中心の駅です。3つの本線が交わるって結構すごくないですか。大きなジャンクションですよこの大分駅。上にロッテリアがあったような気がするんですけど、なくなったんですかね。ミスタードーナツになっています。まあ別にそれはいいんでしょうけど、このような綺麗な駅舎です。さてちょっと駅の外に出てみました。すると誰かおられます。こちらにおわすは大友総理、日本史系 YouTuber として解説すると、この方は戦国時代にここ大分を支配した大名です。最盛期には鹿児島と宮崎を除く九州全域を支配したもう本当に大物の大名です。キリシタンでもありました。女癖が強いとか、僧侶なのにキリスト教徒になってだるまをぶっ壊したとか、もうなんかいろいろね、いろいろ面白いネタがあるんですが、今回はその話はいたしません。とにかく大物大名です。そしてその隣には何やらまた変な人がおられます。こちらはかの有名なフランシスコ・ザビエルです。日本にキリスト教を持ってきた人物です。ザビエルはね、ハゲてるとか言われますが、これはね、トンスラというキリスト教特有のものです。まあ、実際ハゲてたかもしれないですけど、まあ、わざと剃ってるんですよね。なんかこの動画、ハゲの話ばっかりしてますね。これが大分駅の表側。時間があれば、家じゃない、上に見える五重塔みたいなのに、まあ、行きたいんですが、ちょっと今回は時間がないので行きません。立派な風格です。駅前は結構栄えています。恋をするなら G メール。まあ、違う、J メールですか。どうでもいいですね。金のコスト。ここから先は大分から北上して北九州の小倉、さらにそこから博多へ戻ろうと思っています。さて、この列車で日豊本線をここから北上していきます。ちょっと20分程度機械の時間があるんで、せっかくなんで入れて時間潰してみようと思います。今が、17時26分ですので25分程度ですか。すっかり日が沈んできました。沈んではないけど、一日が終わるのは早いですね。次にここに着いたのが中山外駅です。ここでまた乗り換えです。今度は45分くらい、この無人この辺の駅はさっきから地元の高校生の学路線みたいな感じで、普通の客があんまりいないよ、そんな感じですよ。時刻は6時、次の列車が6時45分です。寒い。こんな時間に知らない街に一人でいるってなんかちょっとおぼさいような気もしますわ。僕はまだ18歳、こういうことにあんまり慣れていませんので。でさっき乗ってきた列車なんですけど、何系だっけ、815系って書いてるわ。815系はここの駅で折り返して神崎に向かいます。神崎といえば猿を洗う芋で有名ですが、大半の列車はここで折り返すのかな。ここかさっきの大賀から、もう山といい住宅と畑田んぼは分かんないけど、
それぐらいで特に、何かあるわけじゃなさそうだ。ちなみに現在使ったお金は印籠庫でお賽銭としてあげた5円と、この大分駅で急いで買ったお土産の1296円、合計1301円です。電車代は1円も今日使っておりませんので、そう考えたらすごいですよね。1円も使わずに手ぶらで旅行できますからね。お土産とか買うのは別料金ですけど、オプションですから。無人の中山川の駅に戻ってきましたよ。この人たち人生の多くをね、逃げることに使って楽しいんですかね。特に霧島聡ってどこにでも見かけます。いや、本人を見かけるわけじゃないですけど。1時間に列車は1、2本、いや、もっと少ないぐらいか。お猿さんがおりますが、人はいらっしゃいません。いや、あれ多分猿ですよね。違ったらすいません。夜の駅はなんか不気味な感じがするんですが、僕だけでしょうかね。この駅は特急ソニックなんかもどんどんビンビン通過します。ここから先はちょっと動画撮ってなかったんですが、これと同じ車両で、このまま小倉方面に向かいます。白と唐揚げの町中津に到着。時刻は19時半。こんな時間に来ても今からお城、黒田官兵衛が建てた中津城とかそういったとこ行く時間はないんでね、おとなしくってか、どっちみち20分しかないんで、もうおとなしく引きこもろうがない駅の中に。福沢諭吉ゆかりの地中津市、福沢諭吉の出身地です。あ、こっちか。学問のすすめ、陰明論の概略でおなじみです。中津は観光名所が何個もあります。中津城や福沢諭吉にゆかりの地でね、夜景だの、なんだのかんだの。寒くてしょうがないよ。寒い。少しの時代。ほとんど何にも食べてませんよ。水ちょっと家から持ってきた水と、それからちっちゃいね、ちっちゃいチョコレート1個以上です。中津といえばね、中津の唐揚げなんで、じゃあ唐揚げ買って帰っていこうと前々から思っていたんですが、こんな時間に空いてるわけがありません。今頃気づきました。バカですね。寒くてかなわんじょう。こっちにはスーパーホテルあるし、スーパーホテルね、この黄色いの。あっちには東横インあるし、もう泊まって帰りたいんですけどね。私の旅はまだまだ続きます。あとエンディングもう多分撮る時間ないんだろうから、ここで撮っておきますね。今回も動画、今回、皆さん本当にここまでご視聴くださった方、本当にありがとうございます。この九州満喫切符の旅は、3回目がありますんでね、3回目2週間後ぐらいに多分撮ると思うんで、その時もまたそれ以外の動画もぜひ、ご視聴なんか、よろしくお願いいたします。ではありがとうございました。降り立ったのは北九州市の城野駅です。このまま素直に JR の小倉駅に戻ってもいいんですが、せっかくなんでここでひとひねりしますよ。モノレールに乗ろうと思います。ここまで JR しか乗っていなかったんで、まあ、せっかく乗り放題の切符があるんで JR の城野駅とちょっと離れているんですが、モノレールに乗り換えます。この距離を10分で走り抜ければ予定通りに間に合います。間に合いました。
これ荷物棚の角度がどう考えても急すぎる。これどう見ても急すぎる。誰が何を置くんだかちょっと気になりますね。ベットベトの砂ライムとかですかね。北九州モノレールは10分に1本程度運行しております。到着したのが北九州市の中心駅小倉駅です。小倉駅で最後 JR の鹿児島本線に乗り換えて博多を目指そうと思っています。博多へ戻りたいと思います。一個だけひねくれた座席がありますが、この列車で最後博多へ向かいます。まあ、この座席の話は、まあ、別の動画でしようかなと思っております。終点の博多に着きました。ここまでご視聴本当にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録などよろしくお願いいたします。失礼いたします。